ブレクールホ法イ攻略戦は第二次世界大戦におけるノルマンディ上陸作戦の一部として戦われた戦闘である。アメリカ陸軍落下産不評部隊がドイツ軍砲台陣地を攻略した。少数の部隊をもってより多数の部隊に対峙した場合の戦術とリーダーシップのあり方についての古典的な実例として取り上げられる。 1944年6月6日未明のノルマンディー降下作戦において第101空挺師団第506パラシュート不評連隊第2大隊 E 中隊長トーマス・ミーハン中尉の登場した C-47 輸送機が撃墜されたこのことにより中隊の指揮権はリチャード・ウィンターズ中尉に移譲された1944年6月6日早朝 ノルマンディ地方の西にあるグランシュマン村にて部隊と合流したウィンターズ中尉は中隊の指揮を任されるなりブレクールマノールという近郊の池垣に敵の砲類がある。なんとかしろとの命令を受けた。戦場の状況説明もなかったが、ウィンターズはこのドイツ軍の砲台を破壊するべく行動を開始した。なお当初の報告によるとドイツ軍の 88mm 砲が ユタビー地第に堤防を砲撃し、第4不評師団の上陸を妨げているとのことで、実際に、いくつかのアメリカ軍部隊が、このドイツ軍陣地に遭遇し撃退されていた。午前8時30分、ウィンターズは敵陣を偵察した後、自身と他の部隊から計13名の兵を選出した。砲類の位置については大まかに、グランシマンブラ南部とだけ知らされており、敵戦力も不明なまま、 ウィンターズ率いる部隊は、ユタビーチ南西 4.8km、サンマリーデューモンの北に位置するブレクール砲類に、攻撃を開始した。ウィンターズはそこで残豪で繋げられた 105mm 砲4門と一個小隊に、守備された第90砲兵連隊第6、砲兵中隊と遭遇した。ウィンターズは、当初、敵部隊は、MG42 機関銃を備えたドイツ軍第6。 高架両兵連隊の一部であると考えた。しかしこの第6高架両兵連隊第1大隊は、6月6日午後のうちにカランタンからサンマリー・デュモニへ到達するよう命令を受けていたが、実際に到着したのは夜になってからであった。また、ドイツ軍第709不評師団第919不評連隊第1中隊がサンマリー・デュモンに配備され近郊の守備を担当することになっていた。 一方、ドイツ軍第91空輸不評師団の第1058不評大隊のうち少数がこのエリアの守備に当たっており、砲台守備隊もその一部であった。他にも第709不評師団の補助部隊である第795グルジア不評大隊は、ノルマンディ地方北西のトゥルクビルに配備されていたが、地形的な混乱もありこの場にいたとは考えられない。 いずれの部隊がこの砲台陣地を守備していたにせよ、ウィンターズ中尉率いるアメリカ陸軍パラシュート部隊は約60名のドイツ軍兵士と敵対することになった。なお、もともとこの4門の 105mm 砲を任された部隊はアメリカ空挺部隊が降下してきた夜のうちに逃亡したようであった。ドイツ軍第6降下両兵連隊のフリードリッヒォンデアハイテ中佐は、 ユタビーチへ敵兵が上陸してくるのを確認した際、この砲類が放棄されているのを見つけると、カランタンに赴き、第一大隊に人員を手配してこの砲類を守備させるよう命じていた。ウィンターズは砲類に到着してから敵人攻略の計画を立てた。まず、二丁のブローニング M1919 重機関銃を援護射撃のため配置につけた。次に三名の兵を、 敵陣の側面に送り、敵の機関銃を破壊した上で味方に援護射撃をさせた。砲類は守備力強化と補給を容易にする目的で 105mm 砲4問が残酷で繋がっていたが、これは同時にこの砲類最大の弱点ともなった。最初の砲台を破壊した後、ウィンターズは部隊を引き、残酷を伝って敵の攻撃を遮りながら次々に砲台を破壊した。 この際、砲塔に TNT 火薬を入れ、ドイツ軍の手榴弾を点火のために使用した。ほどなくロナルド・スピアーズ少尉に率いられた D 中隊増援が到着し、最後の砲台の攻略にかかった。スピアーズは優秀で極めて積極果敢な士官との評判であったが、この時スピアーズは残壕の外を走り、自らの身を重荷にさらしながら、隊員を率いて砲台を攻めた。 ウィンターズの部隊は、四つの砲台の無力化に成功し、ブレクール敵人からの銃機関銃砲美を受けながら撤退した。なお戦闘中ウィンターズは、砲台陣地のうちの一つから、ドイツ軍の地図を入手していた。この地図には、コタンタン半島のすべてのドイツ軍砲台陣地が記されており、この計り知れないほど貴重な情報は、アメリカ軍司令部のもとに届けられた。 この後、ウィンターズは、ユタビーチから到着した2両のアメリカ軍戦車を指揮し、残るドイツ軍抵抗部隊を排除した。この戦闘で 81mm 迫撃砲小隊の、ジョン・ホール・ジョー・トウヘイが戦死、ポパイ・ロバート・ウィンに当兵が交戦中に負傷した。また、第506連隊司令部を探していて、戦闘に巻き込まれたアンドリュー・ヒル順位も戦死した。スピアーズ将尉率いる、 D 中隊からは2名が戦死し、1名が負傷した。ユタビーチに上陸した部隊は、この法類が無力化されたこともあり、比較的損害が軽微であった。第506連隊隊長、ロバートシンク大佐は、ウィンターズを名誉勲章に推薦したが、名誉勲章は、各士団1名だけが授与できるものとされており、第101空挺師団からは、ロバートコール中佐に授与されることになったため、 ウィンターズには主君十字章が授与された。2007年1月31日、ティム・ホールデン会議員が提案者となり、ウィンターズに改めて名誉勲章を送るための法案を第796会員法案としてアメリカ合衆国議会に提出したが、採択には至らなかった。ノルマンディ上陸作戦の公式記録は、この戦闘に触れていない。軍事史アスエル・エマーシャルが、 この戦闘について、ウィンターズに取材したことがあるが、この取材には、ウィンターズの上官が多数同席していたこともあり、ウィンターズの回顧録、ビヨンドバンド・オブ・ブラザーズに記述されているように、ウィンターズは、個人的な賞賛を避け説明を簡潔なままに、しておくために、この出来事を控えめに述べたものと思われる。マーシャルの報告によると、当時ウィンターズは、約200名の部下を指揮下に置いていたが、 ほぼ全員が、この戦闘におけるウィンターズの役割を高く評価した。主君十字章、シルバースターブロンズスターメダルパープルハート賞、テレビドラマ2001年制作。第101空挺師団第506、パラシュート不評連隊、第2大隊 E 中隊の訓練から対ドイツ軍戦、勝利、終戦までを描いたスティーブン・アンブローズのノンフィクション作品を元にした、テレビドラマ。 第2話でこの戦闘が描かれている。ゲーム第二次世界大戦を舞台にした、ファーストパーソンシューティングゲーム。ミッションの一つにブレクールホーリーが登場する。ありがとうございます。